狩野川は、静岡県の伊豆半島を流れる狩野川水系の本流で一級河川。水系の流域面積は852平方キロメートルで、静岡県の面積の11%を占める。アユの友釣り発祥の地という説があるほど友釣りが、盛んで、狩野川を制すれば、全国を制すと評されている。源流部では、天城山の清流を利用したわさび栽培が盛んである。 伊豆半島の地勢。半島を北流するのが狩野川本流。宇宙王が源流の天城山。ランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。狩野川の下流。富士山の南東斜面は支流木瀬川の源流となる。伊豆半島の最高峰、天城山に橋を発し北流。中石平野である田形平野を蛇行しながら。 沼津市付近で大きく向きを変えて駿河湾に注ぐ。静岡県内の大河川で北流するものは本川だけである。これはかつて島であった伊豆半島がフィリピン海プレートの移動によって本州側のプレートに衝突し隆起したことによる。また、一級水系の大河川にしては川口付近でもそれほど川幅が広くならない。 これは大支流である木瀬川が作り出した三島線上地があるためである。また、水利用の大型ダムがなく、これは一級水系にしては数少ない特徴である。仮野川水系は静岡県伊豆市の天城山に発し、伊豆半島中央部の大見川等の視線を合わせながら北上し、田形平野に出て、伊豆の国一こで、加納川放水路を分派し、さらに、 箱根山や富士山等を源とする、来光川、大場川、柿田川、木瀬川等を合わせ、沼津市において、駿河湾に注ぐ、三木川流路延長約4 6トル流域面積8 5 2キロ平方メートルの一級河川である。源流にあたる天城山は、年間降水量が3000ミリメートルを超える田内帯であり、豊富な水量と良好な水質により、 古くから繊維業、製紙業、醸造業等の発展に寄与してきた。特に、天城山の清流を利用したわさび栽培は、全国一の生産額を誇っている。一方で、標高差が大きく、流れが急なことや、下流部で蛇行することもあり、古くから洪水が多発した。また、仮の川流域は、火山地帯であり、箱根山、足高山、富士山、天城山、 ダルマ山などの第四期火山や、新第三期に形成された火山性地層からなる西浦山地などに囲まれる。そのため流域の多くが脆弱な火山岩及び、火山噴出物で地質が構成され、大雨などで崩壊しやすいことも洪水の要因である。諸説がある。表記が終わり、海面が現在よりも数メートル高くなった約6000年前の縄文時代には、 縄文海進という海水面が高かった時代があり、その頃には、伊豆の国市の旧伊豆長岡町付近までは入り江で、小狩野湾を形成していた。やがて海面が低下し始めると、狩野川が土砂を堆積させ現在の田平野を形成していった。その後、約千年前の狩野川は、自然堤防の状況から、旧大人町、旧二ラ山町のあたりでは、 現在よりも東側を流れていたことが確認できる。また、旧伊豆長岡町では、網目状に旧華道が分布し、洪水のたびに流路が変わったことを示している。当時は、中洲がいくつもできて、島のようになり、和田島や、昼ヶ小島などと呼ばれていた。その後、狩野川の流路は、次第に西側に移り、鎌倉時代と伝えられる。 森山改作により森山の西に移され、現在とほぼ同様の流れになった。その他にも、昭和期には、沼津市の太平地区の湾曲部に早水路が掘削されたほか、神奈川放水路も作られた。神奈川放水路、奥は長岡トンネル神奈川放水路の全区間。星印は分流点と加工を表す。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成なら時代以降、仮野川の水害で最も古い記録は、709年の長雨による洪水で、闘病の被害台と記録されている。1948年のアイオン台風の被害を受け、1949年に放水路の改作を中心とした改修計画が立案され、1951年6月から、中流の江間村から、沼津市口屋の江浦湾に向けて、 神ノ川放水路の建設が始まった。しかし、放水路の完成を待たずして、1958年9月26日夜、関東地方に上陸した台風22号が、伊豆半島を襲い甚大な被害を出した。被害は、狩野ノ川流域が最も大きく、同地域での死者、行方不明者が1000名を超えるようなものだったため、カノ川台風と命名された。なお、 放水路の完成は、仮の川台風の7年後の1965年で、あったが、たとえ、仮の川台風の前に完成していたとしても、放水路より上流部での被害が大きかったため、死者をなくすことはできなかった。また、仮の川台風の被害が大きかった現伊豆の国市の、上島地区では川を直線化する、上島都市水路が立案され、1960年に着手し、これも、 神奈川放水路と同じ年に完成した。1978年の伊豆大島近海の地震では、天木湯ヶ島町の持ち越し鉱山の鉱際ダムが決壊し、近世連で排出されて堆積したシアン化合物を含む鉱際が流出、支流の持ち越し川を経て仮の川に混入し、汚染が広がったが、懸命の除染作業により現在は清流を取り戻している。 狩野川で友釣りをする、人々、中流にて、川、上清吉カリ川水系の源流部と、わさび田、伊豆市、いかだば、ありがとうございます。